こんにちは、ギタリストの富田です。今日はですね、コードバッキング編の続きということでやっていきたいと思います。今日はですね、テンションコードを使いこなすために絶対必要なルートを省いたコードフォームについて紹介をしたいと思います。ジャズではテンションコードっていうのはやっぱ必須なわけですね。ただし、まあピアノのようにはやっぱりどうしてもいかないと。で、やっぱり6本の弦の中でそれを表現しないといけないので、どうしてもコードトーンの中で省かなきゃいけない音っていうのが出てくるっていうのが実際のところですね。でもやっぱりできるだけ多くのテンションを入れて、まあよりこうリッチなハーモニーにしたいっていうのがやっぱり理想ではあるので、そこをなんとかしたいっていうことで、今回のルートを省いたコードフォームっていうのをまず習得してもらいたいなというふうに思います。4和音のコードのルートを省くと3と5と7が残るんですけど、今回はそれのまたルートと5度もないこのガイドトーンっていう3度と7度だけを使ってバッキングをするっていう、もちろん実際にこれだけでバッキングするってことはあんまりないけども、このガイドトーンにプラスしてテンションを足していくっていう段階を踏んだ方がいいので、まずはこのガイドトーンをマスターするっていうところを今回は解説をしたいと思います。はい。ではまず、ガイドトーンについて簡単に解説をしておきます。ガイドトーンっていうのは、コードトーンの3と7ですね。そのコードのコードトーンの3度と7度のことです。はい。この2つの音をまとめてガイドトーンって言います。このガイドトーンがあるだけで、そのコードサウンドっていうのを表現できるんですね。そのコードのサウンドを決するすごく大事な2つの音。サウンドっていうのは、メジャーコードなのか、マイナーコードなのか。っていうのを決める。で、7度っていうのはフラット7なのかメジャー7なのかっていうすごく大事な音ですね。この2つの音をまとめてガイドトーンっていうふうに言います。で、基本的にはこのガイドトーンがあればもうそのコードが何なのかっていうのも分かっちゃうんですね。ただまあフラット5とかディミニッシュとかオーギュメントに関しては5度の音が重要になるので、そこはまた別なんですけど、基本的なコードとしては3度と7度っていうのが一番やっぱり重要な音で、それをガイドトーンっていうふうに言います。で、これからまあいろいろなテンション、9th とか 13th とかテンションを入れたコードっていうのも今後紹介していくんですけど、その場合も基本的にはガイドトーンは省かない。ガイドトーンありきの状態でテンションを足していくので、このガイドトーンをしっかりと理解しておくっていうのが非常に大事です。なんでまずガイドトーンがコードトーンの3と7であるっていうことをしっかり理解しておいてください。で、その場所ですね。ルートから見た3度と7度の場所っていうのがどこにあるのか、そのフォームっていうのをね、これから紹介したいと思います。はい。では実際にガイドトーンをギターで弾くポジションについて解説をしていきたいと思います。まずは6弦ルートのコードフォームから見ていきましょう。まずメジャーセブンスですね。C で解説します。6弦の8フレット。ここから見て、まず6弦の場合は4弦に7度の音が来ます。メジャーセブンの音が4弦の9フレットですね。で、その次に3弦、同じ9フレット、3弦の9フレットで3度の音を弾きます。メジャー3度ですね。ルートから見て7度と3度。この位置ですね。で、まあ4和音のコードフォームだと、ここに5度が入るんですけど、今はこれを省いて OK です。とりあえずこの3度と7度の位置ですね。はい、でしかもそれをルートを省いた状態、ルートを弾かずに見た状態でこの2つ。を弾くことができるかどうかですね。なんでルートありきで形を覚えないように、ルートを見た状態でどこに7と3があるのかをしっかりと理解してください。これがまず6弦ルートから見たメジャーセブンの形です。続いてセブンスコードですね。セブンスコードは先ほどのメジャーセブンスの7度の音が半音下がります。フラットセブンになるんですね。ここですね、同じ8フレットですね。ルートと同じフレットです。4弦の8フレットで7度フラットセブンスの音を弾きます。で、3度は同じメジャーサードですね。3弦の9フレット、はい、これがセブンスコードのガイドトーンの位置です。6弦ルートのセブンスコードのガイドトーン、この場合も4弦が7度で3弦が3度。ここはしっかり理解しておきましょう。どっちが7でどっちが3なのかっていうのはちゃんと分かっておく必要があります。続いてマイナーセブンスとマイナーセブンフラットファイブですね。ガイドトーンだけを使うので、マイナーセブンフラットファイブの場合とマイナーセブンの場合は同じで OK です。本当はフラットファイブ弾いてあげたいんですけど、ガイドトーンだけで弾くなら5度は省いて OK ですね。で、マイナーセブンの場合はルートと全てが同じフレットになります。まずフラットセブンが4弦の8フレットで、マイナーサードが先ほどのメジャーサンドから半音下がった3弦の8フレットの位置になります。この2本ですね。で、ルートから見たら全部ね、同じ8フレットになります。はい、
これもまあ3和音とか4和音コードをもう知ってるよっていう方は全然難しくないんで、このガイドトーンだけを抜き出すっていうことができるようになりましょう。ルートを見た状態で弾かずに3と7だけを弾くと、7度と3度ですね。4弦が7度、3弦が3度です。ということで、これがまず6弦ルートから見た3と7の位置、ガイドトーンの位置になります。はい、じゃあ続いて5弦ルートのフォームを見ていきましょう。5弦ルートは5弦の3フレットのルートから説明します。まずメジャー7ですね。3度の位置は4弦の2フレットです。こっちのね、4和音じゃなくて、今回は4弦と3弦でガイドトーンを弾くので、形はこちらですね。はい、でまずルートから見て、3度が4弦の2フレットで、7度が3弦の4フレットですね。はい、これがどちらもナチュラルの3度、メジャー3度とナチュラルのセブンス7度ですね。はい、このルートを省いたこの2つ、はい、これがメジャー7のガイドトーンですね、になります。続いてセブンスコードになります。セブンスコードは先ほどのメジャー7の7度を半音下げた形になります。でセブンスコードのガイドトーンっていうのは、6弦ルートの時も5弦ルートの時も形は全く同じになります。先ほどの6弦ルートの場合こうなったんですけど、要するに3度と7度の位置が逆になっているんですね。こっちは7度と3度、4弦が7度、3弦が3度で、こちらは4弦が3度、3弦が7度。これもそのルートから見てどちらが先に来ているのかっていうのは分かっておいた方がいいかなと。この場合は3度から順番に3度と7度というふうに並んでいるという感じですね。6弦の場合は7度と3度ですね。はい、はい、で続いてマイナー7とマイナー7フラット5の場合なんですけど、こちらはまた同じで OK です。で今回もですね、5弦ルートの場合は4弦と3弦でガイドトーンを弾きたいので、まずマイナーサードは4弦の1フレットです。でフラット7、3弦の3フレットですね。この2つ、これがマイナー7とマイナー7フラット5の時のガイドトーンですね。はい、こういう感じです。なんで5弦ルートの場合っていうのは、まずメジャー7ですね、でセブンスでマイナー7とマイナー7フラット5、まあ、6弦ルートも同じですけど、メジャー7からどういう風に変化しているのかっていうのをしっかりと分かっておくっていうのが大事ですね。メジャー7から見てセブンスにするとしたら7度が下がる、マイナー7にしようと思ったら3と7も両方とも下がる、これこっちでも同じですね。メジャー7から両方下がったらマイナー7になって、7度だけ下がったらセブンスになってっていう感じです。そこの関係性ですねは覚えておいた方がいいかなと。ということで、これが5弦ルートのガイドトーンの位置になります。ぜひこのルートを省いた状態で弾けるように練習してください。今回はガイドトーンでバッキングをするっていう、まあ、内容なんですけど、今後テンションを入れてコードを弾いていくっていう風なステップを踏んでいくんですが、その時にテンションコードの組み立てっていうのを少しここで理解してもらいたいなと思います。で実際テンション9スとかフラット9スとか11スとか13スとかいろいろ入れていくんですけど、その時もガイドトーンは省きたくないんですね。基本的な話ですけど、コンテンポラリーなスタイルになってくるとあえてガイドトーン弾かずにっていうところも出てくるんですが、基本的にはガイドトーンはやっぱり外さないで、ガイドトーンプラス9スとか、ガイドトーンプラス9スと13スとかっていうような組み立てをしていきます。でその時により多くテンションをやっぱり入れたいんですね。ガイドトーンの時点でギターの弦は2本使っていると、でルートを省いているんでその分もなくなっていると、であと3本の弦でテンションを入れていきたいんですね。で大体6弦か5弦のルートの感じで見るので、6弦と5弦はもうどちらかを使っている状態なんで、実際は4本の弦でガイドトーンプラステンション2つっていうのを弾いていくんですね。でこの時にガイドトーン3と7を使っちゃっているので、省くのはルートと5度の2つになります。でもちろんさっきも言いましたけど、フラット5とかシャープ5っていう音が入ってる場合はこれ省いちゃダメなんですけど、普通のコードマイナー7とかメジャー7とかセブンスとかの場合はルートと5度をまずは省きます。でその省いたところに9スや13スのテンションを入れていくっていうのがギターでやるテンションコードの考え方です。まあ、ルートに関しては基本バンドだとベースがいるので、ベーシストにルートを任せておけばこちらがルートを弾くって必要は基本的にはないわけですね。ピアノぐらいね、いっぱい音が弾けるんであればルートもちろん弾いていいですけど、ギターみたいにルートを弾く余裕がないとか、ルートを弾かないことで他のテンションを入れる運指ができるっていうんであればルートを弾く必要はないんですね。
で、普通にデュオとかやってる場合とかでも、ルートを省くっていうことはやっぱり頻繁にあります。ルートがなくても、コード進行があって、で、ちゃんとサンドとなどガイドトーンがあって、そして有効なテンションを入れることができれば、ルートがなくても十分コードサウンドっていうのはわかるんですね。なんで、ルートをまず省けるようになるってことがすごく大事です。ルートを引かないと形が見えないっていう状態から、まずは脱却してもらいたいっていう感じですね。なんで、ルートを省いた状態でコードが見えるようになることっていうのを、まず一つ目の目標、ステップにしてもらいたいなと思います。で、ルートを省いた状態でガイドトーンがあって、その上にテンションを追加していくので、ルートを見ている状態で、ルートは実際押さえることなくテンションをいろいろ入れていくっていう風な押さえ方。こういうステップを踏んでいきたいので、まずはルートを省いた状態でしっかりとコードが見えるようになってもらいたいなと思います。実際にギターでテンションコードを組み立てていく場合っていうのは、基本的に6弦ルートのコードフォームの場合も、5弦ルートのコードフォームの場合も、4弦と3弦でガイドトーンを弾きます。4弦と3弦でガイドトーンを弾いて、2弦と1弦でテンションを入れると。で、これも6弦ルートの場合は、4弦が7度の3弦が3度で、5弦ルートの場合は4弦が3度で3弦が7度っていう感じになります。で、入れるテンションも2弦と1弦で変わります。6弦ルートだと2弦で入れれるのが13スとか11スで、1弦で9スを入れるって感じ。5弦ルートであれば2弦で9ス関係を入れて、1弦で13スとか11スを入れるっていう感じになります。このあたりはもうルールとして決まってるというか、まあ、それ以外やっぱ難しいので、まずはそのガイドトーンを4弦と3弦で弾く。で、1弦と2弦で9スもしくは13ス、11スを入れるっていう形ですね。ここはしっかりまずは覚えてもらいたいなと思います。なんで、今回はまずガイドトーンをしっかりと理解してもらって、ガイドトーンだけでしっかりバッキングできるように、これも基本中の基本だと思ってもらっているので、ガイドトーンを使ってバッキングできるように、まずは練習してみてもらいたいなと思います。では今回もですね、 All the things you are っていうスタンダードを使ってガイドトーンだけでバッキングをしたいと思います。実際ガイドトーンだけでやるってことは、まあ、ほぼほぼないんですけど、まあ、一応練習の一環としてね、やってもらいたいなと思います。で、ガイドトーンだけなんでテンション感全くなくて、しかもルートも弾かないので、すごくもうこれ以上削ぎ落とすとこはないっていうようなシンプルなバッキングのコードボイシングになります。で、ここにテンションを追加していくので、ガイドトーンの場所とかポジションっていうのをしっかりと把握した状態でテンションを入れれるようになりたいので、このガイドトーンだけの練習っていうのは一応必ずやってもらいたいんですね。いきなりテンションコードを入れて、じゃあどこに何のテンションがあって、どこにサンドがあってっていうのがわからない状態だと本当に実は意味がなくて、やっぱりちゃんとそのガイドトーンとテンションをしっかり別で考える。ちゃんとガイドトーンの上にテンションが乗っかっているっていうのをやっぱり理解してもらいたいんで、まずはガイドトーンだけをしっかり見えるようにするため、そのためにガイドトーンだけでバッキングするっていう練習をしてみてもらいたいですね。で、今回もこの All the things は今からやるんですけど、タブ譜にして公式 LINE の方でプレゼントしたいと思いますので、ぜひ練習してみてください。はい。ということで、今回は、テンションコードを弾くために絶対必要なガイドトーンを使ったバッキングっていうのを紹介しました。テンションコードを入れる前に、必ずガイドトーンが見えた状態でバッキングができるようになってもらいたいので、ここは必ずマスターするようにしてください。で、All the things you are に関しては、今回も公式 LINE の方でタブ譜をプレゼントしたいと思います。詳細は概要欄に記載しておきますので、ぜひご覧ください。で、コードバッキングシリーズは、まあ、次回からテンションっていうのを入れていきたいなと、入れたフォームっていうのを紹介していきたいなと思います。ということで、今回の動画はこれで以上となります。少しでもね、参考になった部分があれば、高評価やチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。